はい、こんにちは。じいちゃんはのかちゃんです。今日は平成生まれのむいくんと、はい、平成元年生まれです。昭和生まれのかっちゃんで昭和の遊びをしたいと思います。トラックボール。はい、わからない。トラックボール、昭和生まれの人だったら多分分かってる。有名、ちょっと少し流行ったかなという。昔あのさ、うん、その箱の左上に書いてあるさ、サンダリアというメーカーを知らんもん。サンダリア海外から来たスポーツほー、うん、の昔、うんと昭和、僕らがまだ、うん、昭和48年50年ぐらいかな、流行った。あの当時で大学の初任給がだいたい14万。今と変わらんな。そうその時に値段が、これがなんと2500円。2500円、結構するね。2500円。影がそう、2500円。っていうか箱がもう古いのよ。アメリカからやってきたニュースポーツ、これをむいくんとかっちゃんでやってみたいと思います。公園エリア行かなくていいの、こっちでやるの。うん、別にここら辺で十分だ。なんで、なんかいる？ああ、いや、別に三脚どこに立てようかなとか、そういうそれ。まずね、これが、まあ、野球で言えばグローブみたいなもん、これ、はい、で、これ、ボール。カメラに映るようにやってね。ボール、これね、これがボールなんですよ。これで、これが受ける。あ、でもなんか見たことあるな、ね、これがね、昔本当に流行って面白かったゲームなんですよ。昔よく日が暮れるまでみんなとやった遊び道具です。じゃあ、むいくんと二人でやってみます。これちょっと高さちょうどいいってこと。あ、三脚に立てる。時間はたーんとあるのでね。まあ、まあ暇つぶし、時間がありすぎて毎日時間を潰すのにすごい苦労してました。これからは昭和の遊びをしながらやってみたいなと思います。皆さんも見たことありますよね。まあ40代50代の人は見たことあるんじゃないかな。一回車開けてもらっていい？いろんなもの置くから。では、はい、一個持って、はい、はい、では、ね、やっていきたいと思います。画角がわかんねえな。ちょっと待って、俺今どの辺？隅っこ、もうちょっと内側の方がいい。まあ、この辺でやりましょう。まずね、まあ、とりあえず簡単にこうやって投げるだけです。近すぎるんですよ。画角に全部入らんけど。入らないと意味ないでしょ。いいの。俺らが楽しくないんだよ。これはストラップなの？あ、うん、本来はな、俺はちぎれたけど。ちぎれたけど、うん、もっと遠くでやってくれ。
画角に映ってる俺これ大丈夫？知らん。これカーブもできるんです。よいしょ。これ画角に映っとらんかったらすごいショックやぞ。そこにおって、ギル映っとる。ギル映っとる、うん、あーこれが限界か。うん、これが限界だ。はい、ほい。あ、うまいな。ただな。今の軌道はずるいわ。なんで？お前下手だな。あ、ちゃんとハマるのね。オッケーオッケー。ほら、こんなボール来るのよ。フォークやん。全然受けてくれないんですけど。高いよね。面白い。簡単だけだのに。そんな正直できないじゃん。おお、逆光がすげえ眩しいのよ。ほい、あ、高い。ごめん、今のは悪い。あ、なかなかうまくいきませんね。併設昭和が遊ぶ。高いな、なんか球が。いた、いた。面白い。疲れすぎたやろ。マスクってダメだね。うん、いや、こういう時はマスクいらんやろ。あ、あかんか、映ったらあかんか。あ、くそ。今いい感じでセンター入ったと思ったのに。よし、チェンジ。よし。どういうチェンジ？逆光とね、風向きが地味にやりにくい。映っとる？その白い看板のちょっと手前、その白い線あたりが。あ？本当にギリギリやで、そこ。急に減速しない？スピードが出る。オッケーオッケー、だんだんなんかでもやりたいことは分かってきた。おお。赤いボール。はい。
ああ、風に押されとる。あの最後までグッと振り切った方がいい。そう。高いな頭が。なんで届かんのや。今ね、手からすっぽ抜けそうになった。わあ、うまい。違う、これね、風だと思うぞ。と、皆さん、これがこの遊びです、昭和でね、流行った遊びですけど、いかがでしたか。もう萌木くんがちょっと疲れ始めてますもんで、終わりにしたいと思います。ではバイバイ。